ダブル高気圧ということで猛暑予想、マスク生活の猛暑は勘弁してほしいところですよね。そしてディレクターミヤディメモ、最近の梅雨はしとしと雨ってより短時間でバケツをひっくり返したような雨ですよね。本当そうですよね。あの朝方のバケツ本当にやめてほしいですよね。あれで起きるのは睡眠不足になるなと思いながら、なんか梅雨ってずっとじ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 と降ってるイメージがあるんですが、本当にね、あのゲリラ豪雨が多いようなそんな梅雨ですよね。そしてもうマスクの話をしたんですが、とある小学校で、まあ、因果関係はまだ分かってないみたいなんですけど、その学校の体育の授業で小学生がマスクをしながら持久走をして、亡くなってしまったっていう事件があって、すごいね、いたたまれない事件だなと思って、やっぱり親の気持ちが本当に計り知れないなと思いましたね。そのやっぱり憎むべきは新型コロナウイルスなんだけど、その学校の体制を憎んでしまってもしょうがない、親の気持ちとしてはっていうところはあるのかななんて思いますが、まあ、マスク問題だとね、そういうこといろんな問題が出てきますけれども、まあ、マスクをすると口周りにニキビや吹き出物が出るっていう方結構いらっしゃると思うんですよ。で僕はそこまで出ないんですね。であれって乾燥してるから油が出て出やすくなるのかなって思ってたんですが、なんかそうでもないみたいで、梅雨の時期の方が出やすいらしいんですよ。梅雨の時期に口の中により湿気が溜まった方がこう不衛生になって、ニキビや吹き出物が出やすいってことなんで、まあ、人によっては思い切ってその油取り紙とか結構学校で流行ってた時期があったんですが、今一度こう油取り紙を口周りに使ってみたらどうだろうかみたいな話も出てますけどね、もし悩んでる方がいたら一度やってみる価値はあるかもしれないですね。はい、ということで。